雪氷学は、氷及びその降水、堆積形態である雪を対象とする学問。主治の学問分野と直接、間接に関連する総合科学であり、地球科学、災害科学、物質科学、工学などとの接点がある。日本雪氷学会には、極地雪氷、糖度、雪氷物性、衛星観測、雪氷工学、雪氷科学、気象水門、 吹雪の文化会研究会が登録されている。よく、氷雪学と間違えて呼ばれるが、説氷学者の間では、氷雪は文学的表現として区別されている。グレーシオロジーは、本来、氷河学であるが、訳語は、説氷学とすることが多い。氷河学が氷河を対象とするため日本ではあまり発展しなかったのに対して、説氷学は氷と、 雪全体を対象とし、日本でも発展が見られたため、略語としては、雪氷学にとって変わられた。地球上の氷に限らずに、火星の氷などの宇宙の氷も雪氷学の研究対象となっており、そうした場合の学問を特に宇宙雪氷学という、雪氷学の対象となる気象現象を総称して、雪氷現象と呼ぶことがある。あらゆる気象の中の 水の個体としての氷の状態を経る現象とそれに関わる現象すべてを含む。降水現象では、雪、あられ、氷、みぞれ、とうう、うひ細氷のほかに、吹雪などの現象も含まれる。霜、無氷などの着氷現象はすべて雪氷現象である。氷切り、過冷客の切りもそうである。このほか、積雪に関わる現象も雪氷現象である。 詳細に見ていくと、根雪、万年雪、氷河、そして氷河に関係する氷床や、棚氷などが含まれる。また、積もった雪が溶ける融雪、溶けかけの雪が凍結して付着する、着雪、水域における、船体着氷や怒り氷、つらら、氷竹のこのほか、海における海氷や氷山、流氷、池や川などの結氷、地面の下柱なども含まれる。さらに、 プレッシャーリッチ、ポリニア、クレバスなど、氷河や海氷、血氷に関わる現象も含まれる。ただ、建国や有事国といった地形などは、氷河学の対象ではあるが、説氷現象には、含まれない。ありがとうございます。